皆さんこんばんは、広瀬優です今回は長崎みや本舗の手作りもなかの和菓子をご紹介しますそれがこちらですじゃじゃんえーと、こちらなんですがまずはデザインを見てみてくださいえー、何か憧れを感じる平安時代と、えー、現代を結びたいという思いから この手作りモナカを。こういう風に名付けて、十二単を取り入れたそうです。デザインからすごい思いが込められてますよね。はい、では、中を開けてみたいと思います。封を開けました。それがこちらです。じゃじゃん。可 <laughs> 愛らしいピンクの箱が入っていました。で、気になる中身なんですが。 せーのきますよじじゃじゃ,じゃーんすっごいびっしり入ってますえ中にはダイナゴン粒あんあとはこちら抹茶あんであとは10組のもなかの皮あとは2本のヘラが入っていましたで一つ一つ紹介していきますとまずはこちらですがじゃじゃん 大納言粒あんなんですけども、こちら、北海道産大納言を、えー、白皿目等で、ゆっくり時間をかけて、えー、練り上げた粒あんを使用しているそうです。で、あとは、こちらですね。じゃじゃんこの抹茶あんなんですが、えー、北海道産大手棒豆の皮を、国内産石薄挽き状抹茶を練り込んだ、えー、抹茶あん。 を使用しているそうです素晴らしいですね <laughs> そうそうであとはこのモなカの皮なんですがこちら開けてみるとで開けるとこんな感じですじゃじゃん、えー、このように角が切り立ったシャープな形の方が美味しく感じられるんだそうです えすごい発見ですよね <laughs> 知らなかった <laughs>、えー、食べ方は簡単です、えー、自分でじゃあ今日はつぶあんの気分だなって思ったら付属してあるこのヘラでえっ、ー、とあんをこのもなかに詰めて作りたてのもなかを食べることができちゃうんですねなんか斬新ですよね <laughs> では えー、一口いいいたただきたいと思います楽しみ <laughs> でこちらは、はい、2枚で一組になっているのでこう粒あんを詰めてこう挟んで食べるみたいないやもうね美おいしそう <laughs> でもあこれ、ね、別にこう2枚重ねにしなくてもあのこっち粒あんこっち抹茶あんで一つずつ食べることもできますよね。 手作りはそこがいいですよね。<laughs> ね。見てください。ヘラの形も、ちゃんと、あの、あんを詰めやすいようになってますね。形状が。ね。はい。では、ヘラですくって、おー見てください。<laughs> うん<ー>、<laughs> うーん、楽しい。楽しいですね。では、<laughs> あ、ちょっと少ないかな <laughs> 少ないけどいいですよね。まずは。はい。こんな感じで半分詰めました。<laughs> 挟んで。ちょっと少ないですかね <laughs> いいか。はい。では一口いただきたいと思いまーす。うーん。美味しい <laughs> えーっと。 このモナカの皮なんですけど焼きたての香ばしさをそのままあの作り上げているのでもうパリパリサクサク感があとは、えー、この粒あん上品な甘さになっているのですごく美味しいです是非 <laughs> 皆さんに食べていただきたいです じゃあ、この残りはおやすとしていただきたいと思います <laughs>。<laughs> 皆さんもぜひ <laughs>、サセボーマルの手作りもなか食べてみてください。じゃあ、終わります。バイバーイ。